こんにちは。 CG クリエイターデジタル原型師をさせていただいている福田博之と申します。よろしくお願いします。今回はですね、 G ブラシと液晶ペンタブレットシンテック 13HD を使いまして、デジタル造形の、プロセスをご紹介したいと思います。テーマとしては、ドラゴンを最初から、ゼロから完成させるまでをご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回の、レクチャーの方のお話に入っていきたいと思いますが、3D プリンターが近年非常に進化しまして、今まではアナログでしか作られなかったフィギュアだとか造形物が3D プリンターを使ったデジタル造形っていうのがね、だいぶ普及してきました。でその中で、デジタル造形は CG ツール使って、データを作っていくんですけども、そうした環境の中でね、標準的によく使われているのが今お見せしている 3DCG ソフトの G ブラシと、それから G ブラシを使うときには、ペンタブレットを組み合わせて使うというのが非常に標準的な、制作環境になっています。ということで、今回は G ブラシを使って、G ブラシとそれからワコムさんのペンタブレットのシンテック 13HD というね、タブレットとの組み合わせで、実際にこの今お見せしているドラゴンを制作していくプロセスを、紹介していきたいと思います。はい、実際のドラゴンの制作の解説に入る前に、G ブラシはまだご存知のない方もいらっしゃると思いますので、G ブラシの簡単な説明と、それから今回使用するペンタブレットシンテック 13HD の特徴なんかについてもちょっと簡単に紹介しておきたいと思います。G ブラシなんですけども、 3DCG ソフトなんですが、他の CG ソフトと違って非常にこうアナログ感覚で粘土をいじるような形で、造形をしていけるという特徴があります。くね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 ね、こう引っ張ったり伸ばしたり、あるいはブラシツールを使ってですね、こういろいろ直接こう絵を描いたり、実際は造形なので彫刻刀で削るようなイメージになるのかもしれないですけども、彫刻刀で削るような抵抗感がないので、 3D で絵を描いているっていう感覚にどちらかというと近いですね。それからアナログ造形の方がデジタル造形に触れるときにちょっと最初びっくりするらしいのが、シンメトリーな加工とかがね、簡単にできるようになってたりします。ソフトはマウスで使うこともできるんですが、この時にペンタブレットと組み合わせて使うと、非常にですね、本当にもう感覚的に直感的に使うことができるので、定番の組み合わせになってます。筆圧の感知だとかそういったものにもこう対応してますので、軽くやれば反応も緩やかになりますし、筆圧強くやれば、こんな感じでね、グッと反応もします。もう本当に多分アナログ造形やってる方なんかはペンタブレットと G ブラシの組み合わせだと、もうすぐに非常に従来の感覚で、制作ができるんじゃないかなと思います。それから、今回使うタブレットシンテック 13HD の方なんですが、通常のタブレットでもね、G ブラシとの相性はいいんですけども、今回のご紹介するペンタブレットですと、ペンタブレットの方に液晶でモニターが直接映し出されているので、もう直接ですね、画面を見ながら実際に加工ができるということで、非常にですね、もう本当に直感的にできるので、この G ブラシとシンテック 13HD のこの組み合わせは、最強の組み合わせかなと思います。この2つの、ツールでね、今回どんどんドラゴンの制作を進めていきたいと思います。